伝説によれば大昔魔人が世を滅ぼしたという。災難の時にあるヒーローが原稿無極人を使って魔人の群れを異界に封印した。三界は生まれ変わった。しかし魔人は反逆する心がなくならず仕返ししようとした。俺は立派な漫画家になりたいんだ。一日一年世界を救う。賢明の人は絶対に諦めないのよ。友達さえ守れないなら三界の平和をどうやって守れるんですか。波乱崩し。生き残ろうとする無知なクズどもは踏みつけるに値する。やめろこの野郎。罪のない命を醜い野望のために踏み台にしている。お前らの罪は許されない。昇竜騎士千軍総統。